皆さん久しぶりっ子あっきょんきょんでーすというわけでちょっと新発売のペヤングちょっと食べてみたいと思います。ビビビビーンビビビビーン、はい、来ましたね、ペヤング、もつ鍋風、九州もつ鍋風。この間私九州行ってもつ鍋も美味しかったんで、これだこれだと思いましたね。ちょっと買っちゃいました。なんかね、ちょっと焼きそばともつ鍋風の意味が分かんないですけど、まあもつといえばあっくんじゃん、もつといえばあっくんじゃん、そんなわけでもう絶対これ食べなきゃと思いまして買ってみたんご、まあ実食したいと思います。キュッ、じゃあ開けますよ。これ、これがですね、ペヤングさん最近難しくなってきましたので、一応ね、熱湯3分だけはこうチェックですね。ここから開けるんご、ここから開けるんご、やっぱり今回のペヤングさんもね、若干海苔が強めですね。これはいいですね。ソースきましたよ。早く失敗のないようにね、してみましょうね。はい、火薬とソースですね。まあ、あれですよね。見れば分かるとおり、火薬を入れんごの後でソース足しと。従来のやり方ですね。結構見てください、この、ニラ系とか唐辛子、ニンニクが多めの感じがしますね。この辺がやはりちょっと、九州もつ鍋風かなと思われます。じゃあ入れちゃうのね。いいですね。結構ボリューム感もありますね、この薬味の。普通のペヤングさんの、薬味に比べると、ボリューム感もあるような気がしますよ、これ。これはもう、なかなか、素晴らしい湯量と熱量がありますかね。もつ鍋といえば、やっぱり、博多九州、九州の博多ですよね。中洲とかね。で、僕、9月の末だったかな、ちょっと家族旅行みたいな感じでちょっと行かせていただきまして、美味しかったです。うなぎの有名な店とかあって、吉塚うなぎとかありました。すごい美味しかったし。で、鶏のね、皮をくるくる巻いたやつがすごくパリパリして美味しくて。で、中洲ってのは僕、全然それまで知らなかったんですけど、いわゆる中洲なんですよね。川が2つ流れてて、中川とかとかあって、そこの真ん中がいわゆる風俗街になってて、これはあれみたいですね、結構昔からそういう、まあ、歓楽街だったらしいですけど、結構割と最近になってから手入れが入ってそこに集中させるみたいな話があったらしく、なのでその一角だけそういうお店が集まってるんですね。で、僕はちょっと夜娘と嫁が寝た後に地元の先輩とちょっと飲み行こうか、いいですかって言ったんですが、中洲入りましたですね。ごめん今日もうね女の子少ないんだね、ごめんって言われて何もなかったんですけど、ただ本当にあって、これ使えねえなそういうことがあるんですねと思って、まあ、なんか面白い話だなーなんて思いました。まあ、いいんですか。で、そんな中にでも結構老舗のね、お店がポツンポツンとあったりとかして、そういう非常に何て言うんですかね、いわゆる川が流れて海にも近いし、風流ですよね、やっぱりね、いいですね、博多ってね。で、博多美人とは何とかって言いますけど、やっぱその街並みがね、風流で、美味しいものを食べて。コラーゲンの方にね、もつとか鶏皮とか餃子とか、だから綺麗な人が多いのかなと思います。食はやっぱり大事ですね、美人が多くなりますよねって話を伝えたかったドエス、ナリオモス、ほらすごいぴったりだよ。ピュッ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 、ちょっと捨ててきます。ちょっとこのニラ持ってないですね。
こいつくっつくんだよなニラってな、こいつくっつくんだよなって、ちょっと顔アップしまっていい？ニラを睨んだりしちゃったりね。え？照れたからちょっと早めに終わりましたけど、焼きそばソース、このソースが気になりますよね。どんなソースなんですかって話ですよね。すいません、あの手が腱鞘炎なんで。賞金です。賞金、賞金なんだよ。昭和の子には分かんねえんだろうな、おい。腱鞘炎と賞金かけたんだよ、今。わかった、みんな。腱鞘炎と賞金かけたんだ。こんないい男いないよ、世の中に。くしゃみしてんじゃねえよ、ノラピー。あ、でもね、すげえ香りが、これやばいんじゃない？あの、一発目に食べると結構、おいにが、まんじゅうした感じじゃないですか。あ、なるほどね。なんか全貌が見えてきましたよ。皆様。ニラだけかなと思うんですけど、キャベツと、ニンニク、かな？あと、唐辛子？に、なんていうか、ちょっと醤油のベースのレーターがかかってるんですね。どうですかね、ほら。はい、ちっちゃ。具も少し、ほら、ニラ、見て、これ。もつが入ってる。じゃあ、実食しちゃっていいかしら、せっかくなんで。いただきます。すするです。全然似てねえし。パクってなんとかしようとしますからね。最低ですよ。最低な50前手前ですけど。美味しい。野村ピンチのお湯がもうちょっとぬるかったらもっと美味しいと思う。普通に美味しいね。なんて言うんだろう。ちょっとごめんなさいね。ちょっと持つ、いってみますね、持つね。お、持つの再現度すごいね。もっと大きい持つが欲しかったね。ゴロッとしたね。それなかなか難しいんでしょうね。あの博多で食べて焼きラーメンみたいな美味しさがあります。うん、好きっこ好きっこ、これ全然いけんじゃないですか。あの味も濃いし、ご飯のおかずにも合いそうな感じの味だし、こってりとしてニラとかニンニクのパワーパンチがあって、でもね、そんなになってるのはしょっぱくないっていうか、美味しいですね。ここにフライパンかなかったらこれバッとかけて焼きたいぐらいな感じの美味しさがあります。でね、ちゃんとね、唐辛子が辛いんで、なんかね、キャベツのシャキシャキ感残りつつ、まあ、ニラニンニクのパワーハラスメント、そこにこの細麺が絡んでね、本当に中洲のあの夜を思い出しますね。なかなか再現性高いと思います。なんかこれどうなんだろう、博多の人たちに食べさせたら、まあ別物でしょうけど、ロカバイっていう気がしました。
こんなレビューでどうかな。なんつうんだっけこれ。怖いんだけど、なんつうんだっけこれ。何？ダッチュ。ダッチュ。ダッチュの話もね。ダッチュの。みんな僕のこと好きでしょ？登録してね。いいねしてね。グッバイ。ダンチューの。